南雲風花です。今回はじゃーん、ジーユの購入品紹介をしていきたいと思います。おすすめのポイントなど詳しく紹介していくので、それでは早速スタート。ピー、はい、まず最初に購入したのはじゃーん、リブニットポロシャツです。こちらは S サイズを購入しました。ここがねゴールドになっててめちゃめちゃ可愛いんですよ。では早速ちょっと着替えていきたいと思います。はい、着替えてきました。こんな感じ、可愛くないですか。なんかね、これね夏ニットなんですけど、すごい生地感が薄いから暑い時でも着やすいかなって思います。カラーはオレンジとこのねベージュのカラーとネイビーがあります。あ、これ取れる、見て、これちょっと襟が取れていい感じになります。私はねこの GU の淡いピンクと合わせたんですけど、上がねきっちりとしてるので、下をねピンクとか色物を合わせると可愛いと思います。これね自分に合ったサイズを着るとすごい体のラインが綺麗に写って、女性らしく華奢に見えるのでおすすめです。あとはねサロペットとかワンピースの下に着るのも可愛いかなって思います。本当にね薄くて、あ、値段を言うの忘れました。これなんと1490円、めちゃくちゃ安い。本当にね着心地のいいニットなので買ってよかったなって思います。次、パッ、着替えてきました。お次はねこうちゃんチョイスです。アイラインのノースリーブワンピースです。お値段は990円。これもワンピースなのにめちゃくちゃ安い。で色は白、ブラック、ピンク、このねブラウンとあとはグリーンがあります。どれもね落ち着いた感じの色なので、ピンクでもすごいなんか深みがあるピンクなので着やすいかなって思います。だから私も結構色があって迷いました。私はね身長157センチなんですけど M サイズを購入しました。なんかね私二の腕すごい気になって、でノースリーブ着るのか迷ったんですけど、こうちゃんがねこれいいんじゃないって言ってくれて試しに買ってみたんですけどね、袖が若干、袖がねこんな感じでちょっとあるので、こうなってないので若干着痩せして見えるのが私的にはすごい嬉しかったです。私ね骨格ストレートなんですけど、このねアイラインなのでストンと落ちてスッキリしたように見えるんですよ。なんかね細身のあるベルトで1枚で着ても可愛いし、ベルトを外して見えるかな、こういう感じでパンツを履いても可愛いです。ルーシャンちょっと邪魔、ルーシャンちょっと邪魔。ここにねスリットが入ってるのがめちゃくちゃ可愛い。はい、こんな感じで次、はい、お次はダブルブラキャミソールです。これですね、これで、これ後ろ見る、これね後ろがねちょっと恥ずかしいんやけど、後ろがねグワバーっと開いとって、なんか夏場とか結構背中が空く服とか今流行ってるじゃないですか。そういう時に結構困ってたので、このね後ろがねガバーっと開いたキャミがずっと欲しくて探してたんですけど、なんと GU で990円で売ってたんですよ。しかもこれブラトップがついてて、これもね下向いた時とかもブラが見える心配がないし、あとはねこの脇のところもしっかりしているので、さっき着たノースリーブのワンピースにもここが見えても別にねいやらしくないので、暑い夏とかねこのキャミを1枚持ってるのがおすすめです。これもめちゃくちゃいいんですよ。これ前の動画で買ったんですけど、これもね中がねブラトップになってて、これね斜めで着れてすごいおすすめです。あ、ちなみにこれも GU でーす。しかもね、このね、なんとも言えない鎖骨が見えるので、すごい華奢に見えるのが嬉しい。次、こちらのノンホールピアス&メタルイヤリングセットを買ってきました。これね、2つともイヤリングになってます。590円。おー、かわいい。反対も。かわいいね。プラスでこんなキラキラがちっちゃく入ってて、ここにつけるみたい。こうか、え、ピアスみたい、かわいい。両方ついとったよ、こんな感じで。
両方ついとった。こんな感じ？この感じで揺れるイヤリングめちゃくちゃかわいい。あとね、もう一つ買ったんやけど、これがピアスやった。めちゃかわいくない？メタルボールレンジピアス。丸顔の子は長めのピアスをつけると小顔効果になるので、私はね、よくこういう感じで長めのイヤリングを求めてます。でもピアスやった、最悪。ちなみにこのスケシャツはシアーロングシャツの長袖です。色はね、結構あって、ホワイトとブラックとピンクとこのベージュと、あとはグリーン、あとパープルがあります。なんかね、グリーンと迷ったんやけど、パンツのね、ピスタチオ柄は結構合わせやすいなと思ったんやけど、羽織のピスタチオ柄は下に何合わせたら可愛いんやろうと思って、ちょっと難しくて諦めました。このね、私ね、このベージュがめちゃくちゃおすすめです。はい、こんな感じで私の GU の購入品紹介でした。いかがだったですか？もうね、私暑がりなので夏まで使える商品しか買ってないので、ぜひ参考になったら嬉しいです。それじゃあバイバーイ。